起きてることが正しいって私よく言うんですけども、出会うこと、起きてること、例えば今日私たちは一つの出会いですよね。だってせっかくここに来たので違うことを考えてるよりもやっぱここに来てこの情報をもとにご自身のことに照らし合わせていろいろ向き合っていくっていうのが今今日この瞬間の使命なわけですよね。そしてあなたが帰って家族がいて、もしくは仕事があり、何か自分のやる代わりがある、もしくはその時に起きてくる突発的な出来事、ね、なんかトラブル発生、もしくはなんか心が落ち込むような出来事、もしくはなんかすごく嬉しい出来事、いろんなこと一つ一つが実はあなたにとって正しいことなんですね。で、悪いと思われることもいいと思われることもそのことに直面して向き合って、そこに自分ができる最大の一つのこの関わりをしていくということに今あなたが、クリアしていくべきことがあるということです。だからある意味余計なこと考えなくていいから楽なんですよ。大使の方はある意味全部見えてる。で、我々はその一側面しか見えてない。でも一側面しか見えてないところに集中すればいいんだよっていう神の恩寵なにもかかわらず、私たちは生半可な知識で、そうかカルマが働いてるってことは、じゃあ前世に何があったかを調べなきゃとかね、いろんなこと余計なこと考えちゃうから、今やるべきことに割く時間を無駄にしてしまうっていうこともありがちなんですよね。なのである程度知っておくことはすごくいいと思います。今私がお話したようなことね。で、そういうのを知った上で、あ、だから今自分は目の前のことに集中してればいいんだっていうことに気づくための知識として使うんだったら、私は地図としてすごくいい役割をなると思うんですけど、その地図が発展しすぎてしまって今日やるべきあなたの担当を放棄してしまうと、スピリチュアル的な知識は本末転倒になってしまうっていうね、そういった側面もあるんで、その辺も含めてね、ご理解いただくといいのかなと。